本州最北端に位置する青森県下北半島。その北の沖、津軽海峡は水温が低く潮の流れが速い、養殖には不向きだと言われる海域です。そんな津軽海峡で無謀ともいえる魚の養殖に成功した人がいました。北斎漁業生産組合組合長、浜田雄一郎さん。平成元年、大畑地域の主力であるイカ釣り漁が不漁に見舞われ、変動の大きい取る漁業から作り育てる漁業に着目し、国産サーモンの養殖に取り掛かりました。本当に単純ですけども、美味しい魚を作りたいというそんな気持ちでねやってるんですけど、他の魚もちょっとやってみたん、一緒に養殖、別な池で養殖もしてみたんですけども、加工してみて一番すぐ分かったのが、身の締まりとか、脂の乗りもそうですけども、やっぱり違ったんですね。養殖に選んだ魚はドナルドソンニジマス。淡水の養魚場で2年間育て、海水に慣らした後、津軽海峡に設置した人工生けすでおよそ8ヶ月間かけ育てられます。しかし津軽海峡でのサーモンの養殖はたやすいものではありませんでした。冬場はね、特に毎日なんですけど、やっぱりしけるので、生けすがまずその施設がきちっとして、大丈夫だろうかと、流されてないだろうかとかね、ロープが切れてないだろうかとかっていうのがね、やっぱり冬は特に思いますね。生けすにたどり着くまで、見えるまでは。猛烈な湿気や低気圧による生けすの全壊、そしてサーモンの全滅、その度に生けすの改良を重ね、津軽海峡の潮の流れや荒波にも耐えうる生けすの技術を確立させました。幾多の困難に心が折れそうに、それでも投げ出すことなく困難を乗り越えることができたのは、美味しくて安全な国産のサーモンを作りたい、その一心からでした。やっぱり物を作るっていうのは毎年同じようなのがやっぱできないんですよね。生けすに移し入れて、餌やって、今の時期生産水揚げするまで、結果はその時じゃないと分かんないんですけども、毎年成果が得られるというのはすごく楽しいですね。国産サーモンの養殖に着手し25年目、津軽海峡で育った上質な脂の旨味と身の締まりが最高の海峡サーモンは、今では下北を代表する特産品として注目を集めています。青森県で、この外海で養殖しているっていうのは、ここうち、その施設を使った養殖っていうのはね、うちだけしかないと思うんですけども、やっぱりこの青森県の海っていうのはね、魚はいいものができると思います。環境はちょっと厳しいですけどね、いいものができると思うんですよ。はい。浜田さんの飽くなき挑戦はこれからも続きます。